JICA 地球広場の企画展、食べること生きることを紹介します。この食べ物何か分かりますか？これはモロッコの代表的な料理クスクスです。こちらではいろいろな国の食べ物を紹介しています。食を通じてその地域や文化について考えてみましょう。こちらは世界の主食分布です。日本の主食はお米ですが、アフリカを見てみると芋類やトウモロコシなどを主食にしています。地域によってどんな違いがあるか見てみましょう。フードマイレージってなんだか知ってますか？ここでは私たちが口にしている食べ物が食卓に届くまでにどれだけのエネルギーが使われているかを見ることができます。こちらには2人の人がいます。太っている人は肥満でしょうか？痩せている人は栄養不足、飢餓でしょうか？この2人どちらが開発途上国の問題でしょうか？実はどちらも開発途上国の問題です。どうしてなのか見てみましょう。これはマダガスカルに派遣されていた青年海外協力隊員が現地の人に栄養素について考えてもらうために作ったスゴロクです。4 1 2 3 4、大豆いらないです。5 1 2 3 4 5、買います。栄養バランスを考えてお買い物をしながら早くゴールを目指します。皆さんもぜひここに来てやってみてください。JICA 地球広場は国際協力の体験型展示施設。もちろん見学は無料です。ぜひおいでください。